皆さんこんにちは、フクロウです。今回はハリーポッターのメルーラ登場をプレイしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、薬草学に行こうと思ったらメルーラとローワンが言い争ってるところに出くわします。で、まあ、どうやら最強の魔女はメルーラだという話をしていることになります。メルーラは1年生だから最強じゃないという話をしてますね。で、まあ気を散らすというのをここで選択しています。でもなんか内容はね、歯向かってる感じにも見えるんですけど、でまあここでね、お兄さんのことですごくいじられます。まあなんかお兄さんと主人公のフクロウはね、関係ないんですけど、ずっと比較されるわけですね。でまあ仲良くなろうと思って話し合うを選択します。まあ、ここにあるように属性によってね、この後選べない選択肢も出てくるので話が変わってくるみたいです。でここでね、スネイプ先生が登場します。ちなみに属性によってね、選択肢が変わるので人それぞれストーリーが違うという風になるみたいですね。ということでこの後薬草学に行きたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。